はい、本日はですねこちらユニクロの防風フリースとあとパタゴニアのこちらレトロ X の、比較動画を撮っていきたいなというふうに思います。でですね、まあ、以前からこのユニクロの方からですね防風のフリースが出ててこれめちゃくちゃパタゴニアのレトロ X に似てますやんってずっと思ってたんですよね。でまあ今年このレトロ X を購入したんで、まあ、それやったらどうせ比較動画撮ってもちょっと面白いかなと思ってこちら前のユニクロの方がですね値段が確か3990円の消費税なんですよ。で後ろの方はですね、パタゴニアレトロ X は29,000円ぐらいやったかな。だからまあ大体その場合値段の差としては7倍ぐらいかの差があるんですけど、まあ、それやのにどういうところが違うから7倍が違うかっていうところを見てはいきたいんですけど、まず最初に言わせてほしいのがこのユニクロの防風フリース、僕はあんまユニクロあの動画見てくれてる方で分かると思うんですけどあんま褒めたりしないじゃないですか。あの値段相にしてはいいと思うけどみたいなの言うと思うんですけど今回のこのフリースに関してはですねめちゃくちゃすごいなと思ってて、でまあ何がすごいんだっていうのをまあ今から話していくので、正直あの、まあ、最後にも、言ったりはするんですけど今日の流れとしてはまあ同じ部分こういうところは同じですよねっていう話していて、で次に違う部分やっぱり値段がそんだけ開いてるってことは違う部分こうですよとも言いながらもあれこの値段でこんだけの差やったらどうなんかなって僕個人的に今は思ってるんですよね。まあ、だからそれは見ていただいた方が、まあ、どうか判断してくれたらいいとは思うんですけど、まあ、そういうところがあって、で次に触った感覚、まあ、違いは分かったと、ね、実際触ってみてどうなんていう、まあ、僕個人的には感想があるので、まあ、そこをお話しして、最後にサイズ感、これがですね前にあるユニクロの方が L サイズを着用してるんですね。これ今さっき買ってきたんですけど、でこっちのパタゴニアの方はやっぱ海外規格アメリカ規格なんでサイズがちょっと大きくてこれが M なんですよ。だから M サイズサイズと L サイズで着用するんですけどほぼほぼ同じぐらいな感じですね。日本の、まあ、大体これで L サイズぐらいでユニクロやったら L サイズっていう、まあ、大体同じぐらいになってるので、まあ、その辺を見てもらえばいいかなというふうに思いますので、まずは最初同じ部分を見ていきたいなと思います。ではまず最初パッてこうディテールの方を見てもらいたいんですけど、まあ、同じ部分はですねこれパッて見てもらうともうほぼほぼ似てるんですよね。まずフリースのこのモワモワした感じ、まあ、そっくりですやん。で次この首のとこにあるナイロン当ててあるこれそっくりですやん。で次にこの胸のポケットにあるこのポケットの形めちゃくちゃ似てますやんってなるじゃないですか。で次にポケットじゃあ他にどこにあんのって言ったらこの脇のとこハンドウォーマーポケットあるんですね。同じですやんってなってくるんですよ。ほなもうほぼほぼ同じで、さらにこれ言うとフリースってね基本的にはこのレトロ X の時も言ったんですけど風が通るっていうのが普通なんですよね。だからフリースのまあいいところでもあり悪いところでもあるんですけど暖かいけどもやっぱ外とかで紅葉とか見てますとほんなら風やっぱ秋口とか冬って通るじゃないですか。でその時はやっぱ寒いんですよ。だからそれはフリースの弱点でもあるんですよって言ってたんですけどこのレトロ X はなんとそれが暴風になってるのがすごいんですっていうのを散々言ったんですけどユニクロのもそうなんですよ。暴風なんですよね。って考えたらもう構造上も一緒なんですよ。やり方も一緒になっててこういうモワモワが外にありますと。で次にこの中のとこに暴風になるフィルムを貼ってあるんですよ。でさらに裏地がある全く同じなんですよ。これ何がちゃうのってことになってくると思うんですけど、まあ、後ろも見ましょうか。後ろのところもねそんなにあのパッて見て違いはないんですよ。もちろん色の違いはあるといえどあの特にこうデザインがあるとかポケットがあるっていうこともなくほぼほぼ同じになってて多分この今動画見ていただいてる方であのパッて見てしか見たことないっていう方はですねここにロゴが入ってるか入ってへんかそれだけの違いしかないやんって思うと思うんですけど、まあ、それがどういう違いがあるんかっていうところになってくるので、まあ、同じ部分がまあ、今のところですねあのざっと言うとまあディティールこのモコモコしたこの首のナイロンポケット、脇の脇腹のところのポケットもうほぼ同じですやんって言ってなんで値段ちゃいますのいうことになってくると思うので、違いっていうところを見ていきたいなと思うんですけど違いがどこにあったっけな、ふむふむふむそうですね、はい、違いを見ていきたいんですけどもうこうざっと見て同じやったらもう違いってやっぱ細かいところになってくるんですよね。めちゃくちゃ細かいところには違いがあるけど、大きなところにはないということになってるのでじゃあまず見ていきましょうということになっててまずですねこのジップ開けたとこの裏生地ですね。この裏の生地っていうのが一応さっき言ったみたいにあの完全にあの風を通さないというシステムではやってるんですけどこの裏地が違うんですよね。でこっちのパタゴニアの方に関しては裏地の方がメッシュになってるんですよ。でおそらくこのメッシュになってる理由っていうのはやっぱり風を通さないくて暖かいので蒸れやすいっていうのが多分あると思うんですけどその蒸れてくるやっぱどうしても冬場といえどもこう風通らへんくてモコモコしてきたら暑い時ってあるじゃないですか電車とかもそうやけど、まあ、そういう時にこうメッシュ
種の素材をあえて使うことによってこう中の生地がへたりにくくなってたりだとか、あとまあ自分が個人的にその蒸れがちょっとずつこう抑えられたりとかっていうところも考えられて作られてるとは思うんですけど、こっちのユニクロの方に関してはこの中もフリースなんですよ。だから結構暑くなったら暑いやろなみたいな、だからもう暑くなったら暑くなりっぱなしみたいな、もうブレーキのない車みたいな感じになっちゃって、もう突っ走っちゃってるような感じなんですよ。だから暖かさで言うたら全然なんかあったかいかなとは思うんですけど、こういった細かい部分にもちょっと配慮があるっていうのがやっぱりこの2万3万円ぐらいするパタゴニアの、ずっと定番であるレトロ X のまあいいところかなというところでは思うんですけど、まあこれもねめちゃくちゃ寒がりな人からしたら、いやこんなとこメッシュ使うんでいいからもうこれフリースでええんですわいう人もいてるやろうから、まあ、そういう人は全然むしろこっちの方がいいみたいな、ユニクロの方がいいみたいな感じの人もいてるとは思うんですけど、まあそういったところが、違うってなってたりとかで、次にはですねこう実際着用してみますよね。ほんで着用してみた時にこのジップをグッと上まで上げたこの首のところっていうのがですね、ユニクロの方はやっぱジップ丸出しなんですよ。だからもしかしたらこれ気付けとかなんかあるのが顎にガンって噛んだりとかする恐れがあるっていうのは、これ結構なんていうんですかね、ファストファッションで多いんですよね。ここまでなかなか配慮されてなくて、このフリースだけじゃなくて例えばマウンテンパーカーとかジャケットってなった時にこうジップむき出し状態になってて、あほんなじゃあレトロ X とか例えば他のアウトドアブランドってどういう考慮されてるのっていうと、ちゃんとこの裏にフラップというか当て布みたいな生地があるんですよ。だからこの当たってても、その締めた状態でこう当たっててスリスリしてても不快感ないし、逆に締める時にグッて、まあ、僕とかやったら薄毛系ヒゲ YouTuber でやってるんですけど、例えばヒゲをグッてこう噛んだりとかしないようにちゃんと裏に生地が当て布がされてるというところになってるので、ちょっと一回じゃあこれ着てみましょうか。まあ、こんな感じになってるじゃないですか。んで、まあ、全然着てる感じはいいんですけど、最後のこのジップ締めるところですよね。これもうマイク入らんかな、まあええか。このまま勢いよくグッていっちゃったらもう挟む可能性あるか怖いから、ちゃんと上に首を上げてってやるみたいな。めちゃくちゃ細かいですけどね。まあ、せやけどレトロ X の方はちゃんとこういう裏に生地がこう当て布っていうか、あのフラップが全部箇所にあるんですね。上だけじゃなくてこう下まで全部あるから、その、まあ、服とかがガッて噛んだりする心配もないし、こう顎を下に引いてた状態でもあのおひげさんがジップにカラカラ絡まる心配もない。まあ、なのでこの辺とかはやっぱ違いになってくるかなと思います。まあさっきも言ったけどめっちゃ細かいんですけど、まあ、そういうところにあってて、で次のじゃあ違いがどこにあるんかというと、まあ、これが結構実際着用してての大きな違いにここはなってくると思うんですけど、Y ジョイント素材かどうかっていうところなんですよね。これパタゴニアではよくあるあるなんですよ。でパタゴニアでよくあるあるの Y ジョイント素材って何って言ったら、この袖をですねこうピーンって横に広げるじゃないですか。ほんなら多分ピーンって広げただけで、なんていうんですか、この肩より上っていうかこの肩のラインぐらいまで行ってると思うんですよ。でも対してユニクロの方はですね、これを袖をピーンってやったら肩より下なんですよね。もちろん上には上げれるんですけど、ほんならこうやってたるんでくるし、まっすぐやったらここなんですよ。これ何が悪いんかっていうと、この肩のラインに来てへんのが何が悪いかっていうとですね、この腕をパッて上げた時に裾が一緒についてくるんですね。ピュッてこうやってピュッてついてくるんですよ。これ今開けてるからわからないんですけど、実際着てみますね。まあ、例えばこうやって着るじゃないですか。で、まあ、一応今マイクあるんでここまで締めてますけど、こうやって手上げるときにここまでやったら一応服が干渉しないようになってるんですよ。ただここまで上げちゃうと一緒にこうやって裾もついてくるんですね。もう一回上げるとこうやって裾もついてきておへそ万歳になっちゃうんですよ。だけど例えば、パタゴニアの方やったらこうやって同じようにこの同じ部分ぐらいまで締めて、どうやら腕上げるとついてこないんですよね、ここまで着ても。なんでかって元々の袖がここまでの状態で作られているので、まあ、これを Y ジョイント袖って言うんですけど、まあ、ここまでは全然上げても全然おへそ見えたりしないよということになってて、もちろんこの上まで上げたらちょっとこうやってついてくるんですけど、まあ、この辺ぐらいまでやったら全然裾が動くことなく手が自由に動かせるので、これ何がいいかというと、やっぱりちょっとこう動こうとかリュック背負うときにこうやって動いたりとかしたときにもうおへそ丸見えみたいになっちゃうんですけど、まあ、そういうのをちゃんと防がれてる。だからちょっとした行動とか荷物取るかってなったときとかでもこうお腹がピロンってめくれないようになってたりとかするので、こういうところはやっぱちゃんと考えられて作られてるんやなというところにはなってるかなと思います。まあ、というのが一応結構大きなところの違いになってて、それ以外にも他にもめちゃくちゃ細かいところあるんですよ。例えばこのジップについてるところの、まあ、布が違う、これ紐やけどこっちは布になってるとか、あとそれ以外にやったさっき言ったポケットですね、ハンドオーバーポケットのところの裏生地が、ユニクロの方はですねこのフリース、さっきも言ったみたいに裏地がフリースになってて、こっちも同じフリースが使われているので、まあ、手が入れた時気持ちいいと思うんですけど、
こんなになってるけど、例えばパタゴニアの方はメッシュですよと、これも同じように裏生地の方がメッシュになってるのと同様にポケットの中もメッシュになってるから、まあ、例えばあの鍵とかその尖ったも入れるんやったらちょっとメッシュのとこはま使わん方がいいんかなとかって思ったりするんですけど、その反面ここにはジップがついてますよと、だから、物が落ちたりとかする心配がないですよっていうのが、まあ、この辺の細かい部分になるんですけど違いになってて、もうこれほぼ攻略したんちゃうかっていうぐらい全部言ったんですけど、まあ、こういう感じが違いということになってますね。でじゃあ次に実際触った感じがどうなんか、まあ、見た目とかあとまあ違いとかは分かったけど触った感じどうって言われるとですね、これまあ触った感じで言うとユニクロって結構あのこの防風フリースが硬い、生地が硬いとかって言われたりすることがコメント欄っていうかそのレビュー見てたらあったんですよ。でほんまかいなと思ってパッと触ってみたんですよ。ほんなら多分ユニクロのラインナップの中では硬いんですよ。あそれは分かったと。で次じゃあこうパタゴニアの方触るじゃないですか。断然パタゴニアの方が硬いんですよね。だから生地がしっかりしてるという言い方もできるし、まあ、硬さがあるという言い方もできるので、ユニクロの生地はむしろそんな硬くないというか柔らかい気がしてて、パタゴニアの方が若干ですよ、若干硬いっていうような印象があったりするので、まあ、この辺はちょっと触ってみやな分からんかったかなというところになってて、でそれ以外にこのモコモコ具合はどうって言われると、モコモコ具合はほぼ一緒、あの生地も同じなんですよ。あのポリエステルっていう生地使ってて、でなおかつ、まあ、パタゴニアの方は有名で環境を大事にしよう言うて、あのリサイクルされたあのペットボトルをリサイクルされた、ポリエステルとかを 50% ぐらい使用してて、もう昔からあんたは地球に優しいよねっていうような有名なブランドなんですけど、最近ユニクロもあのリサイクルフリースを使い出してて、まあ、10% かな 20% かなんかそんな感じなんですけど、まだパタゴニアほどではないんですけど、まあ、そういうフリース、あのペットボトルから再利用されたフリースなんかを、まあ、素材が一緒なんで元々は使ってるっていうことになってるので、まあ、生地の分厚さとかも変わらへんけど、まあ、おそらく中に入ってる防風のフィルムがあるじゃないですか、それの硬さが若干違うんですよね。なんか生地が硬いとかっていうのは全然なくて、中のフィルムが多分硬いやろうなということになってるっていうのが、まあ、触った感じですかね。まあ、伝わってるかわからんけど、まあ、僕個人的にはそういうふうに思ってるということになってて、じゃあ最後はサイズ感ということになってるんですけど、着用してる様子を最後見てもらうと終わりにするんですが、僕は178-65kg になってて、まあ、言った、ユニクロが L でパタゴニアのこっちの何だっけレトレックスが M サイズということになっているので、最後はそちらを見てもらってお別れしたいなというふうに思うんですが、個人的な感想を最後に述べるのであれば、ここまで見てもらったら分かる通りユニクロがめちゃくちゃすごいんですよね。あのほぼ同じシステムでほぼ同じ生地を使ってる、ただフィルムのとこに関したりとか、あと若干の縫製とか、あの手上げてもついてこうへんとか、いろんな考慮がされてるのはもちろんパタゴニア、だから値段があの予算なんぼでもつぎ込むんですわ言うんやったら絶対それはレトロ X やと思うんですけど、あるラインでそれはもちろんフリースも買うけども、ダウンも買いたいし手袋も買いたいし車も最近考えてんねんとかっていう人はやっぱ予算って分散すると思うので、それ考えたらまあ別に7倍出して絶対レトロ X 買った方がいいですよとも断言できへんというか、別にどっちでもありやとは全然思うので、今回に関してユニクロが買ったとも思わへんしレトロ X が買ったとも思わんけど、別にどっちを選んでも納得できるような品質じゃないかなというふうには思いますということになってます。はい、だからまあもちろん値段が高いんで、どっちかっていうとそれレトロ X の方がレトロ X の方がまあ上やとは思うんですけど、まあ別に相対的に見たらトントンイーブン、今日は引き分けということになってますので、本日はですねユニクロと、パタゴニアのレトロ X のフリースの比較をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on.